こんばんは。今回はお知り合いの方から、ね、勧めてもらった AI で対戦したいと思います。さあ、まあ、さっき一戦やったんですけど、まあ、負けましたね、やっぱり生半可な、ね、攻撃だとね、全部弾かれちゃうんでね。確実に確実にコンボを、ね、決めてくると言っても過言じゃないレベルですね。隙を見てたら速攻でね叩かれるんで怖い、ね、危ない。割れたし攻撃がね当たらないっていうねやっと当たった。これぐらいしかできない。ダメだ、間に合ってないね。このガードの動きもねしっかりね合わせてきて、まあ、さすがかな。やっと当たったこういう攻撃が刺さるのかな。もう適当に打ってるだけじゃね、まあ全部グレイズされて、あなかなかねきっちり当たらないね。あれをね、ガードしてくれんやったらありがたいかな。あれをね、回避結界され出すときついかな。うん、危ない怖いいやもう計算し尽くされてるね。いやまあこっちが動きが単調すぎるっていうのもあるけど、続かないんだよね、相手みたいに台風来た。でもこれで台風来ても勝てないんだよね。台風の時どうさはんだどうしはんやろ。刺さったし、うわ怖いな打撃。まくらったし、あの怖いな。こんな端っこにいたらまたやられるしなあれ台風終わってるやん。ガードやっとなんかまともに当たった。まともに当たったけど魔法陣では何でもないっていう。羨ましいね、あんな続いて。さすがやな。勝ちたいね。一戦ぐらいは勝たせてほしいな。あれか、やっぱり2ラウンド目はやっぱお手柔らかになるのかな。一戦目勝ったとなると。AI もちょっと余裕が出てくる。それならこの勢いに乗じていきたいんやけど、いや相変わらずやね受け身もやられると弾かれるね。相手あれ初期のデッキなんやけどね、なかなかね巧みにねスペルカードとかを使ってるし使ってきますね。危なおかしいな、初期デッキなんやけどね。相手は全然最初の余裕が、普通の CPU じゃありえないね、あの回避結界をしてくるっていう。いやー負けましたね結局。いやー人でもないのがあんな動きしてるの見たことないな。射撃にね刺ってるようじゃまあ勝てないんだろうな。よし逆転やうお怖いね。あれ突っ込んだら絶対ね鎌でねやられるよ。まあ台風来るね。こういうのはさコンピューター弱いんじゃん。コンピューターじゃないけどなんていう
違うやろうけど、でも相変わらず刺さりそうな気がする。あ、避けるね、やっぱり。うおあれ、でもそれ振ってくんだよな。あれ、小町はいけるかな、勝てるかな。そんなコンボになんかしてこないのかな。あれ小町はいけるのかな。一応起動したのは全キャラ対応のね、あの AI なんで、誰が出てきてもなんか、こういう感じでね、なんですけど、だからね、油断するとね、この体力だとね、多分 AI なら決めてくると思うんで、あのコンピューターみたいな攻撃を途中でやめてくれるってことはまあないと思うんで倒せそうになったら、それはルナティックまでですね。お、刺さった。すんごいスペルカード動いてるな。あんなスピードで回せよ。ああ、そうだった。ここでよし、なんかやたらとこのジャンプ攻撃が刺さるな。あれ、なんかパターンハマったか、これおかしいな。おっと、射撃が怖いね。射撃なんかよく巻いてくる、ね、で、なんか時たまあれを振ってくるっていう、まあ、あれカウンターで飛んだらね、よく飛ぶけど。刺さった。あれ、攻撃を直撃してるぞ。不調か、あれ AI 不調か。なんか同じ場所だね。違うよね、別の不調じゃないよね。うん、ちゃんと動いてるよね。あんな同じ場所で、あれもね、多分戦略なんやろ。ぴょんぴょん同じ場所でね、跳ねて射撃まくる。もちろん近づいてきたらなんかしてくるやろうし、うん、相変わらず正常や。相変わらずこれは刺さるな。こっちもね、攻めたらあかんねえな。おじけついたらあかんわ、悟られるからね。こっちが引き越しちゃって相手も攻めてくるだろうし。あれ、こんなミスは。おお、なんか小町には強気になれるか。これ絶対モーニング SP 刺さるでしょ、多分。あれ、あー、ダイヤモンドストロー。さあ、どう攻めてくる。よし、抜けて。やっぱ刺さるよね。いやー、でもさっきのレイムはきつかったな。とりあえず5000したいから、あと3000ぐらいはしようかな。天使か。天使怖いねんな。いやー、なんか細かいダメージ食らうのやめたいな。グレイ、これはまあ仕方がない。間に合わんかった。なんか刺さらなくてもいいのは。自分もあれしたいわ、その何や、近づいてきたらさ、あの弾け飛ば、弾き剣でね、弾き上げるの読まへんとあかんね、あれは。対人の時は怖っ、早くやられるとか怖いな。そう、そういうのに刺さらんようにね。おお、でもあれ近づいたらあれしてくるんだ。あれから持ったらね、なかなかきついんじゃない。おお、切り返してきた。足の届く距離っていうのをね、もうマスターしてますね、あれ。あ、結構届くんやね。というか、あの勢いに任せて、もう近づきすぎたみたいな。やろうと思えば多分ね、もうこっちは攻撃やめる瞬間にね、もう攻撃することも可能といえば可能。あ、続いてないし、あれ、攻撃してこんかった。情けをかけてくれたから。あれ、いや、キーコンフィグはちゃんとしてんねんけどね。うまいこと言ってないかって。うん、いや、今思いっきりね、でも録画めっちゃ流れてんねんけどね。こんな感じで。うわ、間違えた、あれ止まっちゃった。でも触ってる間は攻撃せえへんのか、ログなんさすがやな。うん、まあ、
を決めたいんや、これ。練習の時ね、メイリンが来たんやけど、すんごい後方やられまくったな。もう上に跳ね上げられてばっかりっていうか、それで完封されたしな。あれも恐ろしかったな。だから相手はなんかね、決めてくるよね。この上から攻めるのがいい。おー、これこれこれ。相手が攻撃する前に突っ込んでしまえば。まあ初期デッキってのもあるのかな。これデッキとかどうしてあげればいいんやろうね。AI。初期デッキやが辛そう。おお、やってきたやってきた。天使やからそういうことしてくるのかなと思ったんやけど、違った。そういうデータを起動すればいいんやろうけどね、天使専用の。そういうのを求めるなら、求めるならっていうか、そんなことされたらまあ勝てへんからな。ちょっと今もちょっと怪しいな。確実にね、攻撃を決めてくるやろうし、ね、危ない。それ勢い余ってさ、突っ込んでるとこ狙えそうやな。おお、間に合った。もっと突っ込めばよかったな。 AI っていうことなんて怖いねんな。あ、で助かった。いや、 やっぱりね、油断したらね負ける。ここはねちゃんとね AI でも敬意を持ってね、最後まで全力でね。あー、なくなってるし、霊力。誰かのデータやろ。もう弾いてきたか。あー、まあ、AI からも学びたいね。端っこ行った時に剣振ればいいのかな。まあこんなね、突っ込んでくることはまあないと思うけど、大事で。うまい声引かれてるしな。まずいな、攻撃当たってないな。よし、続いてない。さすがに100発100中ではないか。うん、切り返してくる。怖いな。その足で、ね、蹴りながら突っ込んでくるの、怖い。あれを空振った時が最高にチャンスだ。カウンターにもなる。もう危ない危ない。もうね、1秒たりとも油断できない。いや、ちょっと舐めすぎたな。なるほどね、油断禁物やな。ちょっと押してるからってね、すぐね、そんな AI でやったからすぐ巻き返せるよな。なんかいつもの癖でしゃがってまうな。しゃがまなくていいのに。ああ、お、よし、抜けた。そう、2発目からもね、これ間に合わないか、刺激。また端っこ来ちゃったよ。あとね、ちょっとね、たまにはジャストガードしたい。おお、すごい上下で、その上下でかき消すのがやっぱ効率いいから、横移動よりも上下移動の方がやっぱ効率いいかね。まあそうやな、ずっとグレードし続けるよりも上と下で、ね、移動してかき消した方が、ああ、効率はいいやろね。おお、すごい。あんな風に綺麗に消したよね、射撃。おお、すごい、荒ぶってるね。おお、帰ってくる。おーし、続かないんだね。おー、ガードしたな。よしよしよし。どこまで耐えてくるかやで、コンペじゃなくて AI が。おお、おお、あれ、なるほどね、ちゃんとね、ダウンを確認してからね、そういう、もう反撃のリスクがないときにああいうことしてくるんだね。自分もそういう発動の仕方せんとね、相手起き上がってるときに、ね、あれするんだね。やっぱね、AI まで何をしだすかと思ったら、ね、ちゃんと計算されてる。危ない危ない。怖いな、あと一発でも食らった。
すごいマジックポーションが溜まってるね。まあスペルカード使うよね。食らったし、ちゃんと上からのね攻撃も怖い。これをガードすると絶対端っこ行くしな。ガードしたからね。これがあるときはまあ攻撃してこんよね。さすがにこれ消せへんからね。なかなか怖いな。辛そうやねこれは。おお、そのハイキックよ。どう攻めてもグレイズかガードやな。突っ込んでて指が迷子に牽制は止まってくれ。あれ下じゃないのそれ。どっちどっちちょっと逃げたいわ。怖いねその動き。なんやそれ。これ大量に止まった。なるほど、ちゃんと向きを変えればね相手も引っかかってくれ。よし間に合った。ケミはしてこなかった。ああ、これをグレイズ消してきたか。この攻撃止められるんですよね。まあもう対人戦の時もそんなぐらいのもう隙あらば攻撃するっていう勢いでいけたらいいんだけどね。とりあえず次が最後かな。お、最後天使来たね。あー全然勝てないな。一本取れてもねやっぱり油断はしたらねもったいない。せっかくいくらね CPU とはね違うっつってもやっぱり AI やって。そこに人はいい。ガムもおでダイヤモンドダストでダイヤモンドダストでよく刺さったけどな。こっちも食らったな。欲張らずにね。これは端っこに。おお違うね。最後の攻撃が危ない。え、さすがやね。あのあれはもう決まったと思ったんやけどね。全然ダメだね。普通にガードしてきたね。何これ、レベルマックスじゃないか。怖い怖い怖い。ここで下っ来る。これよし割れたけど大丈夫。これは焦点好きのやつか。よしもうダッシュない。これ相手困るはずやねんな。この天罰のね石柱受けてきたか。かからんか。こっちもねなんか近づいてきた剣振ろう。上に切り上げるやつダメだとは言いつつもねこっちから行ってしまう。お、避けているだけだったら。え、こっちか。うん、刺さってしまった。お、相手も刺さった。しっかり油断せんよ相手がね。近づいてくる。突っ込んできたら確実にね。危な。これは端っこを収めて、そうそう、端っこへ押さえ込むためにわざと集団してるんだね。なるほどね。ああ、今の攻撃できたのに。そこまでして端っこに寄せたいか。絶対3発目からこれ。あれやな。ゲミンじゃなくて何やったっけ、回避結界したらいいやろ。何あれ。確実にね、3発目があれやから。できたらな。ああ、回避結界できひんとね、これにはやっぱりパターンがあれやろし。ああ、でもどうなんやろ、回避結界しだしたらアイテム変えてくんのかな。そこまでいったらなかなかきついかな。おーし、自分もね、安全なところでね宣言して。なかなか当たってくれないなって。まあ当たってくれるっていうことはまあないやろね。コンピューターじゃあるまいし。これ AI にあれ使ったらどうなんだろうね。もうなまず、さすがに反応するか。
当たりやん。というかそんなね、大縄ずなんてね、やってる暇ないから。あ、負けた。これ勝ったと思うけど、射撃も行ってからの。あーすごい。地上に足がついたと思ったらいきなり攻撃が始まった。おーし。いいよ。CPU だろうと、CPU じゃなくてね、やっぱりね、続いてくるね、このまあね、ラグが一切ないって、ね、素晴らしいよね。なんつったってオンラインじゃないから、こんだけね、あのディレイ低かろうがね、やっぱりこれには勝てないでしょ、さすがに。1をも超える、1も何も、もうこの場所やからね。これ以外何もないからね。おっと、そう、これいい加減に、まだまだ、おあれ、そう、これはグレイズできないやつや。よし、いいぞ。まあ今のは何やろ。次のラウンドで取ってくるということか。お、いや続かないわ、やっぱり続かんわ。でダイヤモンドラスだろ。よし、よし、いいぞ。これは調子乗りすぎた。おーし、カウンター、これ透かせんのか。へえ、透かせんのかって、今当たってなかっただけかな。あれ負けちゃうよ。最後は大縄で使おうかね、この体力の差し。どうこれ、おお。お疲れ様です。